マイケル・ジョセフ・ダンリー・ビー・ジュニアは、アメリカ合衆国テキサス州フォートワース出身のバスケットボール選手。NBA のゴールデン・ステート・オーリアーズなどに所属していた。身長206センチメートル、体重105キログラム。主なポジションは、スモール・フォワード。父親は元バスケットボールコーチで、同姓同名のマイク・ダンリー・ビー。イエズ・ス会系列の高校卒業後は、 バスケットボールの名門デューク大学へ入学。オールラウンドな活躍に、コーチ系ことマイク社シ,シェフスキーには、グラントヒル以来、最も多彩な選手と言わしめた。ゴールデンステートウォリアーズ2002年の NBA ドラフトにおいて、ゴールデンステートウォリアーズより、全体3位指名を受けて、NBA 入りした。ルーキーイヤーとなる2002から03シーズンから82試合フル出場を果たした。 二年目の2003から04シーズンには先発の座を確保し成績を上昇させた。2005年11月にウォリアーズと5年4400万ドルの契約延長を結んだ。チームは他にも2004年オフにはアドナル・ホイールとそしてダンディ・ビート時を同じくしてトロイ・マーフィーとも高額契約を結んだためチームの財政事情を圧迫した。このような出来事から 2005から06シーズンはファンから厳しい目で評価されるようにもなった。2006から07シーズンはヘッドコーチにドンネルソンが就任。方針から当初はパワーフォワードへのコンバートが予想されたが、最終的にはスモールフォワードに落ち着いた。しかしながら2007年1月17日、アルハリントン、スティーブン・ジャクソン、シャルーナス・ヤシュケビチュスとの交換でトロイ・マーフィー、 キース・マクリード、アイク・ディオングと共にインディアナ・ペイサーズへ移籍した。インディアナ・ペイサーズ・ペイサーズ時代のダンリー・ビー、ペイサーズに移籍して2年目の2007から08シーズン、ダンリー・ビーはシューターとしての才能を開花させるようになる。スリーポイントシュート成功率42.4%は彼のキャリア平均を大きく上回る数字であるとともに、リーグ全体でも11位に、 ランクされた。得点アベレージもキャリア平均を大きく上回る19.1得点を記録し、故障者が続出し苦教に立たされていたチームをダニー・グレンジャーと共に支えた。ミルウォーキーバックス2011年、ミルウォーキーバックスに移籍し、控えの得点源として貢献した2012から13、シーズンには3ポイント成功率42.8%を記録し、 プレーオフにも進出したが、マイアミヒートにスイープ負けを喫してシーズンを終えた。シカゴブルズ2013から14シーズンは久々に先発出場が増え、プレーオフも全試合に先発出場し1試合平均13.2得点 3.、3ポイント46.2%と、好成績を残したが、デリック・ローズ不在のブルズにファーストラウンドの壁は厚く、一勝、下のみで、 カイシードのワシントンウィザーズに敗退した。アトランタホークス2016から2017シーズンは、クリーブランドキャバリアーズでプレーしていたものの、2017年1月4日に、カイル・コーバーとのトレードでアトランタホークスに放出された。ありがとうございます。